皆さんこんにちは。最近ガンダムにハマっている斉藤千和です。鉄血のオルフェンズが終わり、次回作に期待している今日ですが、今回初のガンダムラジオってことで、初代ガンダムに敗れたモビルアーマーをご紹介したいと思います。まずは1機目、マクベ少佐が乗っていたアッザム。雲のような形状のちょっと女子的には愛せないフォルムのモビルアーマーで、アッザムリーダーと言われる相手を鳥かごのように閉じ込め、高熱を出してモビルスーツの電気系統をダメにしてしまうというすごい武器を所有していましたが、全くガンダムには効かず、性能差の前にあっけなく撃墜されました。ミノフスキークラフトを搭載しているため長時間の飛行が可能です。このアッザムの戦闘データは後に生かされ、スターダストに出てくるバルバロへと受け継がれます。次にご紹介するのはビグロ。宇宙空間の戦闘において唯一ガンダムを苦しめた量産型モビルアーマーといっても過言ではないでしょう。あのハサミのような腕でガンダムをホールドし、搭乗者のアムロレイを失神させる活躍は伝説。ニュータイプでもないパイロットが覚醒したアムロを苦しめたともあれば、2階級特進クラスの成果ではないかと。しかもフォルムもかっこいいので、もはや文句なしですね。次はザクレロです。こちらは奇抜なデザインのモビルアーマーですね。正直誰がデザインしたのかかなりヤバい。ビグロと違い、試作段階で発揮されたモビルアーマーみたいですから、ジオンの兵士からも相当不評だったのではないでしょうか。ガンダムとの戦闘ではビームサーベルにエンジン部をやられ、あっけなく大破しています。はい、4機目です。グラブロです。あの CM のグラブルとは一切関係ありません。水陸両用のモビルアーマーで、特に水の戦闘ではガンダムをも凌駕するすごいモビルアーマー。しかも傑作機ビグロをベースに開発されたため、見た目、性能などかなりいい仕上がりとなっていますね。ガンダムとの戦闘では水中でかなり圧倒し、片足をもぎ取る活躍を見せましたが、ビームサーベルを頭部に突き刺され撃墜。やはりガンダムには勝てませんでした。最後は5機目、ビグザムです。メガ粒子砲を水平360度全方位に計26機搭載しているドズル中将のモビルアーマーです。ガンダムとの戦闘は凄まじく、アムロが慕っていた連邦のベテランパイロットスレッカーさんの G アーマーを潰し死亡させます。スレッカーさんにビグザムのビームバリアシステムはゼロ距離なら無効化できないと弱点を見抜かれ、最後はアムロがビームライフルをゼロ距離射程で撃ち、その後ビームサーベルで一刀両断されやられてしまいました。やっぱりただ大きいだけのモビルアーマーじゃなかった。あ、圧倒的だとアムロに言わせたほどの巨大モビルアーマービグザム。搭乗者のドズルも素晴らしく、男の中の男という感じでした。このドズルの娘ミネバがゼータやユニコーンで活躍するのはちょっと先の話、今日は控えさせていただきますね。それでは以上がファーストガンダムに出てきてガンダムにやられたモビルアーマー5機でした。今日もご視聴ありがとうございました。ご質問などありましたら、ぜひツイッターや動画のコメント欄にお願いしますね。それではまた次回お会いしましょう。バイバイちゃー。今日もチワワの話を最後まで聞いてくれてありがとう。かけらじの LINE アットがスタートしました。私たちと通話ができちゃうサービスがあるので、リアルな友達とか職場の人には言えないことなど何でも相談してくださいね。皆さんといっぱいお話しできることを楽しみにしています。 LINE アットの登録は下の説明欄にリンクがありますので、そこをタップするかクリックしてくださいね。よろしくお願いします。あらあら、これはこれは、何が捨てられているのかと思ったら、なんだ視聴者さんじゃないの。チャンネル登録していきなさいよ。